い、ネギシコです。おはようございます。ということでね、今日は俺が2店舗目に出したガールズバーに、まあ、今向かってるんだけども、これはまあ群馬県伊勢崎市本町っていうね飲み屋街にあるんですよ。でこれは俺がいつ出したかっていうと、22歳の時、ちょうど約10年ぐらい前に出したんだよね。まあ本庄のガールズバー XOXO を1軒目に出して、それ21歳の時だったんだけど、まあ、そのオープンした10ヶ月後ぐらいに2店舗目を出しました。まあ、それがどういう風に出したかというと、まあ、1店舗目で出た利益で借金を全部返済し終わって、もう1店舗目の分をお金を一生懸命貯めて、まあ、結構わりかし早い段階で出したんだよね。でこれ2店舗目とかお店を今考えてる人とかって結構いると思うの。その人たちなんかにまあね、アドバイスだったりとか、まあいろいろできればなって思ってこの動画撮ってるんだけど、あのね、2店舗目出す時って2店舗目の苦悩っていうか結構あんのよ。でこれ一番ほとんどの経営者が悩むとこだと思うんだけど、今まで1店舗だった時ってさ、自分がその店舗にいればいいじゃん。で2店舗目を出す時って、でも自分の体は1個だから両方って見れないよね。やっぱりさ、みんな新規オープンに力を入れるから、1店舗目から2店舗目に行くときに、やっぱその新店舗の方に社長さんって基本的に入りがちじゃん。そうすると1店舗目の売り上げっていうのはどうしてもやっぱね、ほぼほぼ落ちちゃうよね。どっちかはさ、誰か他の人に任せなきゃいけなかったりとかするじゃんか。その任せる人材のことを信じきれなくて、結局全部自分で見ちゃう。だからなんかオープンから行ってちょっと抜けたとしても、また最後締めん時にはもう1店舗の方に戻るみたいな感じをね、やっちゃう経営者の人ってめちゃくちゃ多いよ。2店舗目を出す時に一番難しいのって、1店舗目の既存のお店の売り上げを守ることがまず1個で、もう1店舗は人のことを信じて任せきることっていうのがめちゃくちゃ難しい。だからこの2つでつまずくと思うんだ。俺はそこが分かってたよ、その時に。これが一番難しいっていのはいろんな経営者から聞いてたから分かってたんだよね、自分の中で。だからね、俺は何をしたかっていうと、2店舗目新店舗オープンの時に2店舗目を人に任せた。今でもいるうちの社員なんだけど、ネギってやつがいて、そのネギにこの2店舗目のラフテルっていうお店のガールズバーの立ち上げを任せたんだけど、俺入んなかったよ現場に。そう、これが、まあ、うまくいった一つの、まあ、コツだったんじゃないかなって思う。で、まあ、ここが本町のラフテルっていうガールズバーなんだけど、もうこれさ10年ぐらい前に作ったガールズバーだから、まあもうね、本当にだいぶ古くなっちゃってるから、ちょっと一回もうそろそろ全部フルリニューアルをねしようと思ってるんだ。まあこんな感じのガールズバーですよ。中はまあ多少形は変えたけどね、一番オープンした時に比べて。そうだから、さっき言った結構ね、2店舗目出す時につまずく経営者が2店舗目に入っちゃう、新店舗だからそこに力を注ぎたくなっちゃって入っちゃうっていうところが1個あると思う。まあこれは怖いかもしれないけど、ここの店長にしようと思った人に信じて任せきっちゃった方がいいと思う。で自分と競わせるというか、だから俺よくネギに言ってたな、俺の売り上げとお前の売り上げで勝負しようぜみたいな。例えば結局それで俺が1軒目の XOXO ってお店に心配で残んなくて、この2軒目のラフテルってところに現場で毎日入っちゃってたら、 XO の売り上げって落ちちゃってたと思うんだよね。こっちのラフテルの売り上げがいいと上がるみたいな感じで、でもそれだと意味ないから、俺は XOXO ってところに行って、もうそのままネギっていうのに任せた。そいつもそいつで結構なかなかやるやつで、ラフテルの売り上げは最初ね、軌道に乗るまではちょっと時間かかった、半年くらいかかったんだけども、でも半年ぐらいからボーンって爆発して、街でも一番混んでるお店って言われるようなお店になったのよ。それはでも今でも変わんないと思う。今でもこのラフテルってお店はめちゃくちゃ混んでる。ここをね、借りた時のエピソードとして、よくその時伊勢崎とかの状況を知らずにこのお店を借りたんで、なんで伊勢崎のこのエリアにしたかっていうと、当時、まあ、本庄と伊勢崎って車で、まあ、20分ぐらいあれば行けちゃうような距離にあるんだけど、群馬県って飲み屋街が伊勢崎、高崎、太田、前橋ってあったよね。でその中で一番当時寂れてて人がいないって言われてるのが伊勢崎と前橋だったので、その中でも一番盛ってるって言われてるのが高崎だったよね。高崎でまず勝負したかったんだけど、どうせだったらこの群馬県で一番今人がいなくて寂れてるっていう町の伊勢崎で勝負して勝てたら高崎に行こうと思ったので、それなんでかっていうと、だって一番厳しいところで戦って勝てたら高崎でも勝てんじゃねみたいな、本当にそんぐらいの簡単な気持ちでやったんだよね。伊勢崎でラフテルっていうとこやって1年ぐらいかけて一番の人気店にしましたと。そうだから満を持して高崎に進出して、で今だからある高崎に今店舗がうちは7軒ぐらいあるんだけども、高崎で増やしてって、まあ結局高崎でも全店舗流行ってるお店になったんだけども、とりあえず伊勢崎の寂れてる街でやってみようみたいな感じで伊勢崎に出したんだね。また本庄からもちろん近かったからっていうのもあるんだけども、で借りた時に俺全く知らなかったんだけど、まあ空いてたからもちろん借りたよね、空きテナントでね。大家さんと直接家賃交渉して大家さんから直接借りたんだよ、不動産とかも通さずに。その時にそこはもう飲み屋とか水商売とかには絶対貸したくないっていう大家さんだったの。もう事務所で貸したいみたいな。
それを俺は直接何回も足を運んで、ここでやりたいんですと、ここを貸してくださいって、で家賃滞納とかもしません、もちろんと。でそういうのをめっちゃ心配してたのね。家賃を滞納とかが心配なのであれば、半年分前家賃払っててもいいんで、ここでやらせてくださいみたいな感じで借りたんだよ。なんとなく俺はここの店舗に何か光るものを感じたんだよね、その時に。でも借りたらいろんなお客さんにね言われたの。うわー、なんでここ借りちゃったのって。え、なんでですかって。ここマジやばいよみたいな、いわくつき物件だよみたいな。でそのいわくつきっていうのはどういうことかっていうと、ここで誰かが死んじゃったとかそういうことではなくて、ここを借りて商売した人、俺の前に3人いたけどみんな夜逃げしてるみたいに言われたのよ。ふわーってなったの、その時。えっと思って。なんでかって、1軒目の XOXO っていうガールズバーの経営者も夜逃げしてんのよ。俺めっちゃ夜逃げの後入るやんみたいな、その時に思ったのよね。俺ももしかしたら夜逃げする時が来んじゃねえかみたいな。で2店舗目、伊勢崎ラフテルってとこの前に入ってた全員3人夜逃げしたって言われたとこの3人とも半年以内に潰れてるって言われたんだよ。ここの店だから半年持たないよって言われてたの。そんなとこ借りちゃったんだって思った。で俺はその時に何をしたかっていうと、お寺の神主さんみたいな人を呼んで、本庄のお店とこっちのお店をお祓いしてもらった。でその神主さんにね、御嶽さんって人だったな、お祓いの人だったんだけど、その人に言ったの。ここの経営者の人は夜逃げをしていなくなってるから、俺がそんなんないようにお祓いしてくれって言ったら、こうやってあんなあんなあんな全オーナーは夜逃げをしなんとかみたいな感じを言ってたよ。そう、俺笑っちゃったんだよ。吹き出したったら、こう夜逃げって言うんだって思って。まあでもその人のおかげかな、もしかしたら。俺は夜逃げせずにいられたからね。でなんとここのお店も前のお店もね潰れてないですし、10年からやってるお店ですから。で今もたくさんのお客さんに来てもらって愛されてるんでね、まあ、本当にもう御嶽さんありがとうっていうか、そんなエピソードがあったね、ここにはね。 あとはね、ミーティングとかでね、言葉で言いまくってた、声を大にして言いまくってた。必ずこのエリアでこの店が何番になるんだって、うちのグループが何番になるんだみたいなことをずっと言い続けて、もう毎日毎日のように本当に呪文のように唱えてたね。まあそんなこんなで、でも一度も赤字なんてなくやってきましたからね。まあ、だからまあ2軒目なんか考えてる人結構いると思うんだよね。1軒お店やってて2軒目考えてる人、まあその人たちの参考になればなと思って、はい、これが2軒目伊勢崎ラフテルでした。まあ、ぜひね、俺の軌跡をたどってみんなも飲みにバツマルツアーやってくれたら嬉しいですけどね。まあ、なんかみんなもそういうなんかお店やってる苦悩だったりとかあったらぜひコメントくださいよ。最後までありがとうございました。毎度ね、チャンネル登録とね、 SNS とのフォローと高評価よろしくお願いしますということで終わりにするけどね。この間言ったじゃんか、このチャンネル登録いっぱいガチャガチャするのやだろうから、他のチャンネル全部消して俺のだけにすればいいんだみたいな。どうですか、準備終わりました？やったかな、もうやったな、えらい、ありがとう。じゃあまた会いましょう、バイバイ。どう？疲れっす。疲れた。伊勢崎よく来てたな。伊勢崎よく来てたね、お前。水木にハマってたもんな、お前な。名前を水木にハマってドンペリとか入れまくってたじゃん。すげえ。